ドキドキする、聞く、取説ラブコスメ。ドキドキする、聞く、取説ラブグッズ編。スカイスナップの使い方。今日は、スカイスナップの使い方を説明するね。スカイスナップは、中行きと G スポット開発のためのラブグッズだよ。 まずは、パッケージから出してみよう。パッケージの中には、初回で使うコンドームとローションが入っているよ。1、動作確認。まずは、触ってみようか。スベスベしてるよね。そのピンクの丸い方が持ち手だよ。 突起がたくさんあるね。先端の突起は G スポットを刺激してくれて真ん中の突起は中を刺激している時に抜けないためにあるんだ持ち手の近くの突起も気になるそれはクリトリスを刺激してくれる部分面積が広く作られているでしょいろんな角度に動かしてもしっかり クリトリスに刺激を与えてくれるようになっているよ。振動やモーターがないタイプだから、音を気にせず使えるし、複雑な操作もないから、快感に集中して使うことができるよ。2. 使用方法それじゃあ、早速使ってみようか。まずは、 スカイスナップにコンドームをつけようね。そのまま使うよりも衛生的だからね。準備はできたかな少し緊張してる緊張していると中を刺激しても気持ちいいと感じることができないからリラックスした状態になれるといいね。まずは 自分で胸を刺激したり、クリトリスをいじったりして、室内の潤いを高めようか。濡れにくい場合は、ラブローションや、潤い対策のラブコスメを使うのもいいね。それで、しばらくマッサージして潤いが増してから使うと、緊張もほぐれるし、スムーズだよ。濡れてきたね。じゃあ、入れてみようか。 仰向けに寝転がって、足を肩幅に開いて、スカイスナップの突起が上を向くように握って、全身の力を抜いて、深呼吸して、リラックス。まずは入り口をなぞるように、ゆっくりと沿わせて、そこから入れてみて、ゆっくりでいいよ。 入ったかな。動かさず少し馴染むのを待ってみようか馴染んだら少しずつ動かしてみようまずはゆっくりと中を探るように動かしてみよう動かし方のコツは手首をスナップさせて使うこと手この原理で、 中の感じるポイントを刺激するんだ。手首をスナップさせて動かしてみようか。最初はゆっくり。大きく動かさなくて大丈夫。くいっくいっと。そうそう、そんな感じ。じゃあ、本格的に動かしていこうか。まずは、 G スポットの見つけ方のコツを教えるね。G スポットは入り口から3から5センチくらい入ったところのおへそ側にあるよ。スカイスナップを3から5センチくらい入れておへそ側にこすりつけてみて。何か違うという感覚はあるかなゾクゾクムズムズ。 なんだか言い表せない感覚があったら G スポットに当たっているかも感覚がわからなかったら手前に引いたり少し奥に入れたりして位置をずらして探してみてゆっくり動かしたりじらしてみたり小刻みに動かしてみたり気持ちいいと感じる動きやリズムは人それぞれだから いろいろ試してみよう。あ、ぞくっとした。中で動かせるようになってきたみたいだから、おすすめの動かし方のコツを教えるね。一つ目のコツは、G スポットに当ててぐりぐりとこするやり方。さっき説明したみたいに、G スポットにスカイスナップの先端を当てたら、 そこをぐりぐりとこすり続けてみて。ピストンするんじゃなくて、手首のスナップを効かせて、押し付ける動きをイメージしてみてね。二つ目のコツは、G スポットに当てて円を描くように回すやり方。次は手首を回してみよう。小さく手首を回して、 G スポットの周辺を円を描くイメージで繰り返し刺激してみよう。どううまく刺激できているかな次は違う動きをしてみよう。三つ目は、角度をつけて抜くことで書き出す動きを試してみよう。スカイスナップの先端はポコッと丸くなっているから、 角度をつけて抜くと書き出されるように刺激できるんだ。気持ちいい角度はあるかないい角度を見つけたら、そのままピストンを続けてみて。そう。上手に動かせているね。感じてきているみたいだね。せっかくだから、このまま四つ目のコツに進もうか。最後は、 感じてきたら、スピードを速めながら書き出すんだ。そのままだんだんスピードを速めて、そのまま刺激して、体の中がじんわり満たされる感覚になって気持ちよくなりそうだよね。3、楽しむコツ。動かし方のコツ以外の より感じるためのポイントを教えるね。それは、使う前にスカイスナップを温めておくこと。ホットタオルでスカイスナップを包んで、少し温かいなと感じる程度で使うのがベストだよ。これで冷たさがなくなって、挿入時の緊張感も少し柔らぐんだ。故障の心配がないから、 お風呂で温まりながら使うこともできるよ。自分の好きな方法で試してみてね。あとは、心を解放して、快感を我慢しないこと。G スポットを刺激された時は、何かが出そうになる。ガクガクして、体に力が入らなくなる。なんて感覚になる人が多いんだけど、 それを我慢しないことが大切なんだ。その感覚を過ぎると、強い快感を得られるようになって、もしかしたら、潮吹きもできるかもしれない。四、メンテナンス。使い終わったら、ピュアウォーターなどの専用のクリーナーで、きれいに拭いてあげてね。清潔に保つために、 ポリ袋やキッチン用のラップに包んで保管しておいてほしいな。次に一人でするときも安心して使うことができるよ。G スポットの開発は時間がかかるけど、頑張って気持ちよくなれるといいね。それじゃあ、またね。